トマーシュ・ジェプカは、チェコの元サッカー選手。現役時代のポジションは DF。ジェプカは1990年に FC バニーク、オストラバで選手キャリアをスタート。1995年に AC スパルタプラハ。1998年にイタリアセリエ A のアッコフ・フィオレンティーナを渡り歩き。2001年に9月に550万ポンドの クラブ記録となる遺跡金でイングランドプレミアリーグのウエストハムユナイテッド FC へ入団した。ウエストハムのデビュー初戦で2枚のイエローカードを掲示され退場処分。デビュー3試合目でも退場処分を受けるなど、遺跡最初のシーズンに通算10回の警告を受けた。その後、ウエストハムは2002から03シーズンにフットボールリーグへ降格をするが、ジェプカは クラブに泊まり2005年の最小格に貢献した。2006年1月23日にクラブを退団し、古巣スのスパルタプラハへ復帰した。2011年より SK ディナモチェスケーブジェヨビツェでプレーチェコスロバキア代表として、1993年6月のフェロー初等戦の1試合に出場。1994年以降は、チェコ代表として、 国際 A マッチ45試合に出場し得点を記録した。1996年の欧州選手権は、累積警告による2試合の出場停止処分を受けたため、出場を逃したが、2000年の欧州選手権では代表に選出された。ありがとうございます。